キドノン州は、フィリピン南部ミンダナオ島中部の州である。北ミンダナオ地方に属している。州都は、マライバライ。面積は8,293.8平方キロメートル。人口は141万5,226人。北西に、ラナオデルノルテ州、北にミサミスオリエンタル州、東に、カラガ地方のアグサンデルスル州。 ダバオ地方の北ダバオ州、南に、ソクサージェン地方のコタバト州、西にバンサモロジチ地域のラナオデルする州と接する、内陸の州である。州内には2800メートルを超える山々を持つ。武器殿の2州は、西、20町を要す。バウンゴンキャバングローソンデモローグダンカゴンダンカルロース、インパスッグ、オンケーリングリンカリランガンキバウェキタオタオラントパン。 リボーナマライバライシティマリットボグマノロフォルティッチマロマグ、パンガントゥーカン、ケソンサンフェルナンドスマラオタリキャグ、バレンシアシティオモニセブアノゴが話される。ありがとうございます。